はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。ですね、僕ちょっと前になんかこう実写動画で通知がいかないみたいな話をしたじゃないですか。で、コメント欄とかでも結構通知来てないみたいな書かれてる時あるんですけど、どうやらですね、通知には2段階あるっぽくて、この黒い状態でも一応通知は行く状態になってるらしいんですけど、この状態はですね、不定期の通知らしいんですよ。なので、この上にね、これ上にこの2本この線がついてるこのモードだと毎回通知が行くようです。なので、まあ、僕のチャンネルのね、通知をもう一回押して2本ついてる状態にすると、多分毎日動画の通知が行くと思います。まあいいや、今回の本題はですね、催眠術、皆さんかかったことありますか？僕ね、ネットを見ていたらですね、 YouTube に催眠術の動画があったんですよ。で、その催眠術っていうのが、こう手をね握ったままで、その催眠動画を見ると手が開かなくなるらしいんですよ。で、僕催眠術とか一回もかかったことないんで、ちょっと試していこうかなと思います。で、本当にこう催眠術がねかかるなら、僕にここに氷を置くじゃないですか。で、普通氷って冷たくて握ってもすぐ離しちゃうじゃないですか。でも、その氷をずっと握ることができる。で、氷を溶かして水にすることができるんですよ、皆さん。それすごくない？もう飲み放題、こうやってちょっとそれを試していこうと思います。まずじゃあ、普通に催眠動画を YouTube で見たいと思います。お、催眠術体験ムービー。お、誰だ？それでは、はい、これから催眠術体験をしていただきましょう。うわ、楽しみ。ちょっとガチだ、ガチっぽい。まず、はい、もう手開かないでしょ。え、手開かないらしい、みんな。ちょっと待って、マジで？え、本当に？いきます。あ、待って、マジだ、マジだ。え、ちょっと待って、マジなんだけど。え、開かない、開かない。え、めっちゃ汗かいてきたしてか、なんか。え、開かないんだけど、本当に。え、マジで怖い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 。どうしたらいいの、これ。あなたはもう自分の意思でその手を開くことができません。え、できない、マジでできないんだけど。え、嘘。この不思議な感覚を楽しんでくださいね。いや、楽しめない、全然楽しめない。楽しむ余裕もあるはずです。ねえよ。この状態を解くときは反対の手で揉んであげてください。あ、揉むと取れるらしい。あ、ほんとだ。簡単に催眠術が解けます。グルでさ、俺が完全に演技してるようにしか見えねえじゃん、この動画。うわ、うさんくせえ、この動画。え、ほんとに開かなかったんだけど。ちょっと待って、嘘だろ。こちらに氷を用意しました。これでちょっとね、本題のやつをやっていこうと思います。じゃあ、まずどのタイミングで俺握ればいいんだ。最初から握ってなきゃいけないのか、これ。待て、終わったな。まあ最初の方は耐えれるでしょう。いきます。あー、もう冷たいよ。早く見よ、早く見よ。よし、待って、パソコンに垂れたらダメだから、ちょっとこっちの方にやります。冷たい冷たい冷たい、待って、もう冷たいわ、無理だわ、もう。冷たい冷たい冷たい、待って、もう冷たいわ。じゃあ次はですね、まぶたが開かなくなるやつをやっていこうと思います。それでは、まぶたが開かなくなる。ぐるぐるとまぶたがもう開かないですよ。え、マジで？開こうとしても開けません。嘘嘘嘘嘘嘘嘘。どうですか？いくよ、いくよ。